エスペランサ基地の1エスペランサ基地はアルゼンチンの南極観測基地。南位63度24分整形56度59分、南位63.2400度整形56.983度、零6 3ナ4 0 0 5 6 9 8 3に位置し、南極半島にあるトリニティ半島のホープ湾に面する。ホープ湾より見たエスペランサ基地百七十五年に、 設営された。10組の家族と2人の教師を合わせた、計55人がこの基地で越冬する。1978年には、学校が、1979年には、ラジオ局が、それぞれ開設された。エスペランサとは、スペイン語で、希望という意味。南極大陸の一部の領有を主張するアルゼンチンに、とっては、アルゼンチン領南極の重要な拠点であり。 基地内ではアルゼンチンが行政権を行使しているが、基地の外への行使は控えられている。建物が43棟、発電機が4台ある。基地では主に氷河学、地震学、海洋学、沿岸の生態学、生物学、地質学、陸水学が研究されている。南極大陸では珍しくツンドラ気候に属し、通年の平均気温は低く、摂氏5.5度で、 冬の平均気温は低、摂氏10.8度、夏の平均気温は、摂氏0.2度である。1948年からの気温の推移は、1年、当たり摂氏0.0315度、冬季は年に摂氏0.0413度、夏季は年に摂氏0.0300度、それぞれ上昇している。Google Earth の衛星写真による。B. サービスオブアージェンティーナフェブラリー4閲覧ベースエスペランサクライメートノーマルズ1961から1990ナショナルオーシャニックアトモスフェリックアドミニストレーション2014年2月19日閲覧ウェザーベースヒストリカルウェザーフーベースエスペランサウェザーベース2013年2月4日、閲覧ありがとうございます